はい、本日は受講希望者の女性にいらしていただいております。はい、ではどうぞお願いいたします。今、大学2年生で受講を検討しているものです。講座の申し込み方法を教えてください。はい、かしこまりました。まず、LP を共有していただいてもいいですか。LP の初心者講座、本講座、高校生からのシリーズ。あ、そうです、そこで。で、まず、当校には、初心者講座と本講座、そして、高校数学からのシリーズがございます。まず、初心者講座は、本講座に先駆け、アクチュアリー試験で求められる基礎的な知識を養う初心者向けの講座です。はい、そちらですね。知識がゼロからのスタートでもレベルアップを図ることが可能な講座になっております。こちらはですね、余裕があれば本講座と合わせてお申し込みをしてください。次に、本講座ですね。はい、本講座は、ある程度アクチュアリの知識がある方向けの講座になっております。充実した演習により試験合格に必要な応用力を身につけることもできます。今年のアクチュアリ試験合格を目指されている方は、ぜひお申し込みください。続きまして、高校数学からのシリーズは、主に高校数学をベースに、大学1年、2年に使う数学の一部で対応ができます。で、こちら、本講座では、高校数学を題材に、基礎をしっかりと固めながら、数学の各問を理解するための基本的な公式、テクニックや初心者がつまずきやすいところなどを丁寧に解説しております。数学の本試験問題が自在に解けるようになるための橋渡し的な講座になっております。はい、次の質問どうぞ。過去の講座と今年度の講座の違いは何ですか？はい、ありがとうございます。まずは、講師が違います。講師の紹介です。はい、当社には現在過去3年分の講座がございますが、年度別に講師陣が多少違っております。東京国際アクチュアリアカデミーでは各科目に専門の講師をご用意して、受講生のアクチュアリー資格獲得のために全力を尽くすサポート体制を整えております。実際にアクチュアリー業務に携わっている講師の講義を担当するため、実務において保険数理がどのように活用されるかイメージを広げながら学習を進めていくことが可能です。過去の講座は一括受講ができるので一気に学習したい方にはおすすめです。今年度の講座は毎週日曜日に週に1回の配信なのでゆっくり学習したい方におすすめです。はい、続いての質問はスクールの費用はどれくらいですか？はい、スクールの費用ですね。それでは画面で説明させていただきます。まず2022年度の初心者講座ですね。こちらはすでに終了していますが、一括で学習が可能となっております。学長から初心者講座に対しての説明ございますか？補足は。そうですね。初心者講座は、アクチュアリという言葉は聞いたんだけれども、まだ全然イメージがつかめてないっていう方が、ゼロから学習する。そういったことを目標にしたものです。それに対して本講座は、
アクセにとって多少理解を持たれた方が、今年度、実際にアクチュアリーの試験に受験して合格したいという、そういう強い、もう、決心をされた方が受けられるのに向いております。はい、ありがとうございます。2022年度の分講座はもうすでに始まっておりますが、終了した部分は収録動画をご提供させていただきますので、問題なく全てをカバーすることができます。また1年分をまとめて、休日などに一括集中で視聴して勉強したい方には、そうですね、過去の収録動画と資料を一式ご提供させていただきます。そうですね。それ以外に学長から何かありますかね。そうですね。いろいろと割引制度も導入しておりますので、まあ、当社の事務局の方にご紹介いただくか、あるいはメールでご紹介いただけるようなお問い合わせフォームもございますので、そちらからご紹介いただければと思います。まあ、非常にお得なものとして、新キャンペーンの複数年度時効割引というものもございます。このオレンジ色のバナーです。まあ、これの使い方もですね、ご説明できますが、まあ、最大 70% の割引と、まあ、過去の年度と今年を組み合わせることですね。ですので、ぜひこういったものをご活用いただいて、低廉な、価格で最大の品質のアクチュアリ講座を受講していただければと思っております。はい、ありがとうございます。お申し込みは以下の URL からよろしくお願いいたします。URL は、この、YouTube のですね、下のチャンネル登録のところにリンクを貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。それでは以上で当講座の説明を終了させていただきます。ありがとうございました。はい。終了。高いと。終了。